ンスのファイナンシャルアドバイス。このコーナーは関西の中小企業とともに歩み悩み笑い、中小企業を熱くするファイナンシャルアドバイザー谷敦が難しい財務の話をきらりひらめくヒントをお伝えします。さて谷さん、今日のアドバイスなんですけども、お客様からね、結構ね、その医療保険について、うん、はい、お問い合わせが昨今多いんですね、はい、で先進医療っていう言葉聞いたことある？ありますよね、もう今ね、がんになる方も多いですし、そうそう、でまた高性能のものが多いでしょう。そうですね、だけど、まあ、保険の、ね、対象外っていうのものは残念ながら多いと思うんですが、そうですね、やはり医療費のこう高騰化っていいますかね、はい、やっぱりこう成人病の方も多いので、はい、医療費がこれからどんどん心配だし、国の方は医療費がすごいたくさんかかるので整備してきますし、はいはい、まあ、高度先進医療自身は保険はまあ一応効かないんですね、はい、ですから、まあ、あの重粒子線治療っていうのは聞いたことありますか？はい、知ってる方がね、やっぱ受けられたんですよ、うんうん、やっぱものすごくお金を使った、まあ、300万から500万ですよね、大体300万ぐらいでしょうか、はい、かかりますよね、はい、あれももちろん実費なんですね、はいはい、で後でまあ高度高額医療でも返ってこないですし、はい、その方困られてるんじゃないですか？今だから一生懸命働いていらっしゃいます、うん、もちろんその病気感知したがんも治りました、完全に治ったんだけど、完全に治ったけど、その後はお金がね、何百万って言いますから、うんうん、それに朗報なんですけれども、はい、ちょっとそれと注意点がございます、はい、先進医療っていうのを90円とか100円ぐらいで、まあ、特約つけることができるんですね、はい、医療保険にね、はい、だからもともとの医療保険は、まあ、1000円とか1500円でね、はい、入りになってらっしゃる医療保険をちょっと見直していただいたら、はい、先進医療っていうのについてなければそういうのに書き換えるっていうのも一つの手なんですけれども、その特約自体は90円とか100円なんですが、はい、ちょっと注意しないといけないのが、重粒子線治療っていうのも他の先進医療っていうのも、はい、結構昨今どこの病院でも結構そういうね、まあ、重粒子線治療はどこでもというわけではないんですけれども、はい、先進医療自体はあっちこっちでできるんですよ。ああ、うん、機械自体はもう据え付いてる。そうなんです。だからパッとそこで例えば先進医療 の治療を受けたとしますよね、はい、でもまあ保険に入ってましたと、じゃあ保険効くかって、まあ、任意の保険ですけどね、はい、医療保険、保険出るかっていうとこれ出ないんですね。これちょっと注意していただきたい。これはですね、まあ、重粒子線治療であれば国で定めた期間、厚生省の国で定めた千葉県、兵庫県、これ1箇所ずつしかないんですけど、兵庫県有名ですけどね有名ですけどね、千葉県2箇所、はい、全国でまあ2箇所しかないんです、はい、そこに行って重粒子線治の治療を受けた方でないと、まあ、任意で保険入っていても先進医療のお金は出ないんです。でも言うたら、でも2つは可能性があるということですね。そうです、そうです。ですから、まあ、そこだけ注意されればですね、高額かかったとしても実費全部出ますので、はい、これは素晴らしい特約だと。はい、これは今日はいろんな方のちょっとそんなことできないと思ったんじゃないでしょうか。はい、はい、ということで、谷敦のジャストをご案内は谷敦と僕バンディーがお届けしました。それでは今日も一日あなたにジャストを。